平成30年1月25日、JR 豊肥本線宮地駅の開業100周年を記念するイベントが、阿蘇市一宮町の宮地駅で行われました。宮地駅開業100周年記念式典には、JR 関係者や阿蘇市民らおよそ200人が参加して、宮地駅の待合室で行われ、JR 熊本支社の東浩二支社長、佐藤阿蘇市長らが挨拶した後、くす玉を割って宮地駅開業100周年を祝いました。保育園児や住民が出迎える中、別府からの九州横断特急が到着。保育園児を乗せて佐藤阿蘇市長の出発合図で特急列車は阿蘇駅へと発車しました。JR 豊肥本線宮地駅は100年前の1918年大正7年1月25日、立野宮地間の 21.1 キロの開通によって開業。立野駅、宮地駅間にある赤水、内の巻、阿蘇駅も同時に開業しました。宮地駅の待合室には、この日1日限りで、開業当時の宮地駅の写真や SL の写真、また、はやぶさ号など、懐かしい列車のヘッドマークなども展示されました。さらに地元の人たちがぜんざいを保育園児らに振る舞い、宮地駅開業100周年を祝っていました。